2012年に公開したこの動画ですが、間違えて消してしまったため、もう一度再アップします。ですね、まず、マジックを用意して、こんな感じで目を描いていきます。もう本当に雑な感じで、適当にこんな感じに描いて大丈夫です。自分の好きなように描いてみてください。そして、接着剤を用意します。これはですね、つけまつげの接着剤なんですけど、何でもいいので、とりあえず接着できるもの、温度でも何でも大丈夫です。そして、メイクアップワックスを用意して、ちょこっとだけ取って、指で丸めていきます。細長く伸ばしてください。そして、まぶたになる部分に接着していきます。接着剤がついているので、こんな感じでピッて切ってきます。指で伸ばしても大丈夫なんですけど、ヘラやスパチュラがある方はこんな感じで伸ばしていってください。下も同じようにヘラやスパチュラを使って伸ばしていきます。もちろん指でも大丈夫です。そしてリアル感を出すために目頭や目尻の部分をスパチュラやヘラで取り除いていきます。ここからが応用なんですけど、つけまつげを用意してくっつけたりとか、ライナーで描いてみたりとかしても大丈夫だと思います。結構、リアルにもののけっぽくできると思いますので、皆さんやってみてください。この初心者の時に、本当にもう最初の方にやったメイクなので、誰でもできると思います。